会議を開きます。国政調査承認要求に関する件についてお分かりいたします。国政に関する調査を行うため、本会期中、内閣の重要政策に関する事項、公務員の制度及び給与並びに行政機構に関する事項、栄転及び公式制度に関する事項、男女共同参画社会の形成の促進に関する事項、国民生活の安定及び向上に関する事項、警察に関する事項、以上の各事項について、衆議院規則第94条の規定により、議長に対して承認を求めたいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。この際